はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、タカラトミー2018年株主優待トミカです。はい、しっかり見ていきます。まず株主優待の1台目はトヨタ86です。ボディカラーはブルーのソリッドだね。でフロント周りはこんな感じで、グリルとかは細かく作られてるね。でトヨタのエンブレムがプリントされてて、ヘッドライトはシルバーの塗装になってます。でルーフとかはこんな感じだね。で横から見るとこんな感じだね。2018株主優待ってここにプリントがされてます。このプリントはなくてもいいんじゃないかな。で後ろの方はこんな感じだね。この辺も通常版と同じような作りかな。で運転席側の側面はこんな感じです。ここにも2018株主優待ってプリントされてるね。でリアスポイラーは樹脂パーツになってます。でタイヤはサスペンションがついてて、ドアの開閉がついてます。で裏の方はトヨタ86ナンバー86の2016年の写真になってます。はい、次は日産ディーゼルクオンのミキサー車だね。でボディカラーはいろんな色で塗装がされてます。メインはパープルのメタリックだね。ここは薄いブルーのメタリックで、ルーフ部分はゴールドのメタリックだね。で正面から見るとこんな感じだね。 UD のロゴがプリントされてます。で横から見るとこんな感じだね。でミキサー車のこの部分には2018株主優待ってプリントがされてあるね。で後ろの方はこんな感じだね。で反対側の側面はこんな感じになってます。で上から見るとこのミキサーの部分はオレンジの樹脂パーツになってます。であと特にサスペンションとかはついてなくて、このミキサーの部分が回転します。すごい回転するね。で裏の方は日産ディーゼルクオン2005年のナンバー31番の写真になってます。でこのカラーリングは何をイメージしたのかな。このカラーリングのミキサー車は街で見かけたことはないよね。なぜこのカラーリングなのかはちょっと謎だね。で箱の方は正面のパッケージに2018株主優待限定企画セットってプリントされてるね。で側面とかはこんな感じだね。で裏の方はこんな感じだね。株主の皆様へって書いてあって、下の方には非売品ってここにプリントされてます。はい、今日はタカラトミーさんの株主優待限定企画セット2018のトヨタ86とUD トラックスミキサー車紹介しました。でこの株主優待セットの両サイドには同じ車種を並べてみました。でこっちのトヨタ86は初回特別仕様のモデルだね。でこのミキサー車はベーシックモデルになります。で形の方はベーシックトミカと同じ形だったね。でカラーリングの違いなのかな。で株主優待の方にはこういうところに株主優待ってこうプリントがされてたね。で今回のこのセットでちょっと残念だったところは、あえてこの株主優待ってプリントしなくてもよかったんじゃないかな。逆にいいなと思うところはカラーバリエーションが増えてコレクションが広がったってところかな。でこの株主優待セットは非売品になっているので、手に入れたい方はオークションとかを見てください。この2台セットのモデルだったらそんなに高くなくて1000円弱ぐらいで購入できると思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。